あきのおくうです。今日は、誕生日プレゼントをもらったので、それを開封していきたいと思います。開けていい？いいよ。今日はね、パパの弟にね、もらったんだよね。そう、あとパパのお兄ちゃんも。そうだね、お兄ちゃんもね。パパもね、3兄弟なんですよね。ダメか、これ見えないな。ちょっと待ってね。ポケモンカードの、なんか箱じゃん。あとなんかデッキ。何のデッキそれ？この水タイプ。これです。そんで次は箱。はい。クラスティ。ちょっと入ってる。この中に。これは弟かな。お。すごいね。ポケモンのカード。はい。そんでこれがお兄ちゃんにね。これ入れ物がちょうどね、さっき買おうとしたんだよね。うん、そう、いっぱい入ってる、ね、ちょっと見られる。それでダメか。ここで、いやいや、はい、ダメ感。最後、ファミリーポケモンカードゲーム。すごいねそれ。じゃあ早速開ける？いいよ。じゃあまずこれかな。うん。あ、おお、かっこいい。これ開けていい？それなんだこれ？なんだ？なんだっけこれ。何だっけ。知らないの？ジュラルドン。ジュラルドン。うん、開けていい？伝説級かな、昔って。伝説級。うん。いいよ、出て。どんな感じかけてみ。お、なんか中身に入ってる。なんか、わかんない。なんか、こんな人とは。これ、ポケモンカードではない。ね。じゃあ次どれか。これはね、出したらやばいことになる。それはそうだね、出せないね。うん、じゃあこれにする。うん、これね、ソーダ、ソーダ&シールドの発売らしい。